在首先，そうしよう刚刚的视频中，在 l i 说这个颜色看上去有点显胖，和黑色看上去显瘦的时候，用到了这个句型，表示看上去好像。では、私と一緒に例文を読みましょう。山田先生は親切な人に見えます。 山田先生は親切な人に見えますこの腕時計は値段より安く見えますこの腕時計は値段より安く見えます田中さんはいつも元気に見えます田中さんはいつも元気に見えます あの人はいろいろ苦労したので、10歳も老けて見えます。大家再看。在理想说、据说黑色看上去显瘦的时候、用到了这个剧型该剧型也表示传闻。剧型中的言われる は動詞 you の被動形。关于被動形、我们将在第十二课进行详细的讲解。では、私と一緒に例文を読みましょう。この二つの星座は相性がいいと言われています。この二つの星座は相性がいいと言われています。 科学技術は人々の生活を大きく変えたと言われています。科学技術は人々の生活を大きく変えたと言われています。地球温暖化は重要な環境問題の一つだと言われています。 地球温暖化は重要な環境問題の一つだと言われています。みなさんわかりましたか下面、请大家来做練習。请使用阻给詞の正确形式、完成句子。 我们再来做一组练习，请大家仿照例句，用下列信息和 toyvade daymas 来做句子。